はい、どうも、今回のご視聴ありがとうございます。ということで、ソードアートオンラインリコリスパート24をやっていきたいと思います。今回もよろしくお願いいたしまする。ということで、行きましょう。二人は、キリト君のアンダーワールドの友人で、彼女たちもキリト君の回復に必要なの。ユージオです。アリスシンセシスサーティです。キリトのところへ案内します。ついてきてください。お兄ちゃん大丈夫よ。リーファ、すぐに目を覚ますわ。違うんです、シノンさん。危険な状態のお兄ちゃんを見るなんて、私、すっごく怖かったんです。けど、いざこうしてみると、なんだか不安が薄れてきちゃったというか。まあ、気持ちはわかるわ。意識がないというより普段通りのキリトよね。まあ確かにいつもよく寝てるけど。どうかしましたか？いや、外の世界のキリトもこの世界で僕が出会ったキリトも変わらないんだと思ってさ。こっちでもキリトは寝てばっかりだったよ。そういえばカセドラルの外壁にある狭い足場でさえキリトは眠りそうになっていました。キリト君はどんな場所でもキリト君なんだね。まったく危機感がないの、お主ら。アスナよ、キリトを回復させるにはどうすればいいのじゃ。全員でキリト君に触れます。それだけ？そして強く念じる。そうすれば私たちの記憶が流れ込んでキリト君は目覚めるはず。では早速始めるんじゃ。ほれ、全員手を伸ばせ。カーディナルさんも手を出してください。わしは役に立てるとは思えん。キリトと過ごしたのはわずかな間だけじゃからな。共に過ごした時間なら私だって長くはありません。そうですよ、カーディナルさん。あなたはキリトと僕をここまで導いてくれた僕たちにとっての恩人です。つまりカーディナルさんはキリトにとって大切な人だ。だからあなたの記憶もキリトにとって必要なはずです。仕方あるまい。さあキリト、いつまで寝ているつもりじゃ。どうしてなんだキリト、なんで目を覚ましてくれないんだ。人数が足りないというところかな。アスナ、キリトと親しい人間をもっと呼んでは来られないのですか。それは難しいと思う。
STL、 この世界に入るための道具の数には限りがあるの。六本木にある2台は私とリズさんが使っています。オーシャンタートルには4台あるけど、お兄ちゃんとアスナさん、私とシノンさんで全部使っちゃってるし、どうするのアスナ。キリト君の回復が終わったタイミングで比嘉さんが私に連絡してくるって話だったから。連絡ってどうやって？ STL を介して直接通信できるそうよ。何にせよ待つしかないのね。何もしてあげられないってのはもどかしいわね。何？何やらセントラルカセドラル内が随分と騒がしいようじゃな。アドミニストレーターの死が修道士たちに伝わったのかもしれん。それはありえません。最高司祭様の死は聖号騎士以外には伏せると
おじさまはおっしゃっていました。おそらく暗黒界との戦いに備えたこの絵群の再編、再訓練のため、聖豪騎士やこの絵兵たちが動き始めたのかもしれません。みんな聞いて、比嘉さんからの通信が来たから伝えるね。やっぱりキリト君の回復には人数が足りないって。そして必要なのはアンダーワールドでキリト君と関わった人らしいわ。なぜアンダーワールド人が必要なのです？比嘉さん、アンダーワールド人が必要な理由は？はい、確かに。わかりました。キリト君の人格はアンダーワールドの経験によって以前よりも変化、成長しているそうなの。だからアンダーワールドのキリト君をよく知る人物の記憶が必要みたい。アリスさん、ユージオ君、誰か思いつかない？聖豪騎士、キリトと戦ったものであれば、あるいは僕が思いつくのはロニエとティーゼ、それからソルティリーナ先輩かな。ユージをすぐに呼んできましょう。うん。比嘉さんが何かを見つけたと。え、はい。誰かがキリト君の魂につながろうとしている。直接触れているわけではないから、あくまでも接続を求めているだけらしいけど、正体がわからないから比嘉さんは接続させていいものか迷っているみたい。一体何者でしょうか？場所はこの建物の一番上。一番上？最上階？でもあそこにはもう誰も。細かい座標はもっと上。最上階の上というのは？上というより最上階の天井付近。天井？まさか。アスナさん、その人をキリトの魂につないでもらって。信頼できる相手なの。その人の名前はアリス・ツーベルク。アリス？私ではありません。私から奪われた記憶です。そして僕とキリトの幼馴染だ。彼女以上にキリトを知っている人間はこの世界にいないよ。分かったわ。比嘉さん、その人アリス・ツーベルクさんをキリト君と接続してください。Thank you.
この場所で俺、キリトという人間は何をすべきなんだ。わからない。キリトという人間が俺には、なら私が教えてあげる。少なくとも私の知っているキリトはこんなところでおとなしくしている人じゃないわ。君はアリス。久しぶりね、キリト。なぜ君がここに。いつまでもうじうじしているから見かねてきたのよ。みんなの声に応える気はないの？どうすればいいかわからないんだ。みんなキリトのことを待っているわ。本当にそうなのかな。俺がいなかったらアリス、君は連れ去られることもなかった。ユージオに辛い思いをさせることも、もう一人のアリスに苦悩を負わせることも。みんなが求めるキリトは本当に正しい存在なんだろうか。確かにそうかもしれないわね。でもキリトがいたから私は楽しい日々を送れた。友情は強くなれたし、もう一人の私は真実にたどり着いた。あなたのおかげで救われたものもある。正しさなんてどうでもいいの。間違っていても構わない。みんなはただキリトにもう一度会いたいだけ。あなたはどうなの？俺はすべきことじゃなくてしたいことを考えて。そうすればもう一度キリトを取り戻せるはずよ。俺はユージオやアリス、アスナに、みんなに会いたい。そして君にももう一度会いたい。ユージオと、もう一人のアリスと一緒に。それは難しいかもしれないけど、でもキリトに言われると叶うんじゃないかって気がしてくるわ。絶対に叶えてみせる。ようやくキリトらしくなってきたわね。アリス、必ず君を迎えに行く。だから。うん、待ってるね。じゃあね、キリト。行ってらっしゃい。ああ、行ってくれ。大丈夫ですよ、カーディナルさん。キリトはすぐに。違う、セントラルカセドラルの様子じゃ。先ほどおっしゃっていたカセドラルの中が騒がしいという話ですか？そうじゃ。一体これは。なんだ！
れはキノンね。カーディナル様、何が起きてるかわからん以上、ひとまずセントラルカセドラルから脱出するのじゃ。アスナ、キリトはまだか？接続はされました。もうすぐ、もうすぐ目覚めるはずです。アスナさん、ここは危険だ。キリトを運ぼう。分かった。今から大図書室の扉を開く。扉が開いたら一気に走るんじゃ。一体いつまで待たせるんだい、キリト。いい加減目覚めなさい、キリト君。みんな、キリト、キリト君、よくぞ戻ってきた、キリト。カーディナル、一体何が？説明は後じゃ。今は走れ。なんとか逃げ切れたね。外はどうなってるんだろう。わからん。暗黒怪人の攻撃とは思えんし、まさか。すぐ。よかった。あのまま目覚めないかと思ったよ。
心配かけてごめんな。あんたが周囲に心配かけるのは今に始まったことじゃないわ。シノ。とはいえ回復できて本当によかった。みんながここに来てくれたんだな。長い睡眠でしたね、キリト。ユージオ、アリス。突然倒れたから心配したんだよ。ひょっとしたらもう目覚めないんじゃないかって。私はそこまで悲観していませんでしたよ。あなたは最高司祭様を倒した男なのですから。アリスだってキリトが倒れた時に動揺していたじゃないか。ユージオほどではありません。キリト君。アスナ。私たちがいること驚かないんだね。眠っていた時もアスナたちの声は聞こえていたから。そっか、少し大人っぽくなった。こっちに2年以上もいたから当たり前かな。アスナ、ごめん。謝らないで。またこうしてキリト君に会えただけで私は十分だから。うん、ありがとう、アスナ。本当に良かったです。もうシリカったら。シリカ、リズ、二人も来てくれたんだな。キリトさんは目覚めないし、突然巨大な木の根が襲ってくるしで。キリトはちゃんと目覚めたんだから落ち着きなさいよ、シリカ。改めて、おかえり、キリト。お帰りなさい、キリトさん。ああ、ただいま。どうしたんだよ、ため息なんてついて。決まっておろう。お主が目覚めて安堵したのじゃ。聞かねばわからぬとは鈍感なことよ。それよりキリト、結果としてリアルワールドの住人と会えたのじゃ。コンソールを探した目的は果たさなくてよいのか。それよりあの木は一体何なんだ。自分のことよりもこの世界のことが心配とはお前らしいが、それについてはまずわしが調査する必要がある。お主は先に連絡を取ればどうじゃ。そうだ、俺は気候家さんと話そうとして。比嘉さんとなら話せるよ。今通信がつながっているから。比嘉さん、キリト君は無事に目覚めました。比嘉さん、
どうしたんだ。あの木が現れて慌ただしくなる直前まで通信できていたんだけど、いつの間にか切れちゃったみたい。それは変だな。俺が回復したことも確認できるはずだし、そう簡単に通信手段を断つとは思えない。キリト君と直接話をするために一時的に私との通信を切ったとか、もしくは通信できないような何かがリアルワールドで起きているか。いや、考えすぎかな。何せよこっちから確認する手段もないわけだけど。ちょっと待って、ログアウトはどうすればいいのかしら。外の世界で操作してもらわないとログアウトできないんですよね。強制的にログアウトする方法はあるけど、それはやめた方がいいわね。それじゃあラースの人がログアウトしてくれるまで待機するしかないってこと？ごめん、私がみんなの名前を菊岡さんに伝えたから。アスナが謝ることじゃないわ。事態を知っていたら自分から名乗りを上げていたでしょうし。そうですよ、ありがとうみんな。ではお主らはもうしばらくこの世界に滞在するのじゃな。はい、そうなります。まずは聖号騎士たちを探しませんか。カセドラルにいた人たちの無事も確認したいですし。そうじゃな。しかしその前に一つ確認したいことがある。キリト、一緒に来てくれんか。もちろん。どこへ行くんだ。セントラルカセドラルを覆う木、なるべくあれに近づきたい。危険じゃないですか。それならばわしだけで向かう。皆は聖号騎士たちを探してくれ。いや、俺も行くよ。キリト、俺を連れて行くことに何か意味があるんだろう。ああ、お主ならばおそらく。それじゃあ行こう、カーディナル。やはりジャガハリエン。カーディナル様、一体。キリトよ、感じぬか。あの木がまとう禍々しく強大な真意を。まさか。何なんですキリト。アドミニストレート、言っているんですか。確かにあの木から感じるんだ、アドミニストレーターの意思、真意を。恐ろしいまでの精鋭の執着、
奴が抱えるその意志があの木に焼き付いておる。しかし最高司祭様は倒したはずです。そうでしょう、キリト。ああ、そのはずだ。確かにこの手で倒したんだ。じゃが真意が残っている以上、アドミニストレーターはまだこの世にいるということじゃ。あやつがどういう状態でどういう意図のもとにあの木を生み出したかまではわからんがな。友情。またアリスがアドミニストレーターの手に。もう一度取り戻そう。そのためにはまた最上階に入らないとな。飛行術を使えば最上階に直接近づくことは可能じゃが、木が邪魔しておるからな。アドミニストレートの真意をまとった木か。剣や術式がどれくらい通用するか試してみよう。そうじゃな。あのお取り込み中っぽいけど、キリト君ちょっといい？私たちアンダーワールドの状況についていまいちついていけていないというか。アドミニストレーターというのは一体何なんでしょうか？あ、そうか、それもそうだよな。説明ならわしの方が慣れておる。キリトにも散々話したからな。その間キリトはユージオやアリスと共に木について調べてきてくれんか？わかった、任せるよ。私たち3人で共に調査へ向かい、手を尽くしたものの、現時点で木は破壊不可能と判明。しかしユージオが木はギガスシダーと同じものだと気がつき、キリトはそれをカセドラルシダーと名付ける。そしてセントラルカセドラルから修道女たちを避難させ終えたエルドリエと合流、対策本部へと向かった。騎士長、ただいま戻りました。おう、エルドリエ。と、ジョーちゃん、無事だったか？はい、おじさまや他の方々もご無事で何よりです。死傷者が出なかったのは奇跡だな。それにお前ら二人も。どうも。ああ、
互い無事でよかった。ベルクーリさんも凍結を解除されたんだな。よかった。おう、そういや寝起きなのは少年だけじゃなく俺もだったな。とはいえぼやぼやとはしてられねえ。とっとと本題に入るぜ。エルドリエは随分と不満みてえだが。いえ、そういうわけでは。悪いな。お前らの行動がどれだけ正しくとも、一度は敵対し氷協会の秩序を壊されたのは事実だ。お前らを認めない騎士も多いと思うが。もちろん分かっているさ。その上で正しいと思って行動したんだ。そうですね、キリトの言う通りです。話が早くて助かるぜ。ま、アリスのジョーちゃんと分かり合えたんだ。他の騎士たちにもすぐに認めてもらえるだろう。とはいえ面識のない騎士もいるだろうしな。この場で二人ほど紹介しておくか。おい、シェーター、レンリー。シェータシンセシス12。俺はキリト、よろしく。うん、静かな人なのかな。でも初対面だし何か喋った方がいいような。あの武器は何を。この黒百合の剣よ。もしかして切られたい。すみませんでした。彼女はカセドラルの元老院で凍結されていた戦王騎士の一人だ。同じ凍結中とはいえシェータと他の戦王騎士ではかけられていた術式が少し違っていたらしくてな。シェータだけは何とか目覚めさせることができたが、他の騎士はあの木と一緒に上空へ登っていっちまった。そうか。それでこっちは。レンリシンセス27です。キリトです、よろしく。あれ、なんだかこいつ。どうかしたの？僕の顔に何かついてる？あ、いや、なんでもないんだ。ただ、君の雰囲気が俺の親友によく似ててさ。え？ちょっとキリト、初対面の人にいきなりそんなこと言うとびっくりされるよ。だってどう見てもお前に似てるじゃないか。目元とか優しそうな感じとか。そんなに似てるかな。僕よりレンリさんの方が雰囲気も顔立ちもなんだか洗練されてる感じがするけど。ユージオ、洗練されてるとか難しい言葉知ってるな。偉いぞ。それぐらい知ってるよ。一体僕を何だと思ってるんだい。親友。
話の流れを止めるのはいい加減にしなさい。レンリ殿が困っているでしょう。ごめんなさい、レンリ殿。あの二人はずっとあの調子なのです。どうか大目に見てやってはくれませんか。いえ、僕は大丈夫です、アリス殿。どうぞお気遣いなく。こいつもシエタのように凍結されていたんだが、彼女よりも前にチュデルキンが覚醒させたみたいだぜ。お前とユージを迎え撃つために戦王騎士を増やそうとしたんだろう。とはいえ、完全に覚醒するのが遅すぎました。目覚めた時には最高司祭様は亡くなられていましたから。いや、悪い、攻める気はないんだ。おそらく覚醒が間に合ったとしても僕には。まあ、それぞれ思うことはあるだろうが、今はやめておけ。はい。それで、そっちからの紹介はねえのか。いつの間にか随分と大所帯になっているみたいだが。彼女たちは俺の友達だよ。力を貸してくれるためにここへ来てもらったんだ。アスナと言います。西方騎士をまとめているベルクーリだ。ジョーちゃんと一緒ってことは当然味方ってことだよな。ええ、もちろんです。そいつはよかった。こんな事態だからな、味方は多い方がいい。あと紹介すべき人は彼女だ。このガキは随分と不遜な物言いじゃんの、ベルクーリシンセシスワン。まさかあんたがそうなのか。もう一人の最高司祭。正しい認識じゃが、わしの立場に関してはもう少し気を使うべきじゃろうな。立場とは？ここにいる者以外にはアドミニストレータの死を秘匿しているのじゃろう。ああ、長期の睡眠に入ったと説明している。ではわしが最高司祭を名乗るべきではないじゃろう。最高位の人物が二人いるというのはあまりに不自然じゃ。まあ言われてみりゃそうだな。そこでじゃ、当分はわしのことを最高司祭代理とでも呼ぶといい。あんたはそれでいいのか。構わん、わしにあの女ほどの執着心はないのでな。これでひとまずの紹介は済んだかな。なら早速この事態についての議論を始めよう。もちろん突然現れたあの木についてだ。カセドラルシダ。カセドラルシダってのはあの木の名前か。まあ近くまで行ってきたからな。おお、なら聞かせてくれ。カセドラルシダーについて分かったこと。
破壊が困難となると一体どのように対応すれば。地道ではあるが、起こる事態に対応しつつ原因を調査していくしかないじゃろう。カセドラルシダーの調査はもちろんだが、まずは混乱する王都の民たちをどうにかしねえとな。飛竜の剣も含めて混乱の極地ですね。飛竜の剣、何かあったのか。ああ、カセドラルシダーが出現して最上階が空へ登っていく中で、飛竜に乗った何者かが南帝国へ飛び立つのが目撃されたんだ。飛竜に乗っていったってことは聖光騎士の誰かじゃないのか。いや、聖光騎士は全員揃っている。飛竜を奪ったのはカセドラルにいた俺も知らない誰かだ。聖光騎士だけが乗れる飛竜が奪われるなんて確かにありえないな。そっちは後回しだ。まずは王都の混乱を抑えよう。手を貸してくれるか。ああ、もちろん。突如現れたカセドラルシダーによって王都は混乱の渦中にあった。俺たちは聖豪騎士と共に対策本部を設立、その後は混乱を鎮めるための対応に追われることとなった。そして王都が以前のような落ち着きを取り戻す頃にはカセドラルシダーの出現から数十日が経過していた。ベルクーリオ、聖豪騎士の中からカセドラルシダーの問題に対応する人員を避けるか。そいつは難しいかもな。本来の任務である果ての山脈の警護、それから四帝国の近衛軍を再編再訓練する必要もある。暗黒界との戦争に備えてじゃな。ああ、実戦経験のない近衛兵をそのまま戦争に送り出すわけにはいかねえからな。王都に常駐させる騎士も必要でしょう。今すぐカセドラルシダーの調査に回せるとしたら、ジョーちゃん頼めるか。わかりました、よろしくお願いします。カーディナル様。うむ、心強い。カーディナル、俺とユージョにも手伝わせてくれよ。うん、今度こそ彼女を取り戻すにはカセドラルシダーの問題を解決するしかないからね。私たちも力を貸します。ラースからの連絡がない以上ここに留まるしかありませんし、何よりキリト君をまた危ない目に遭わせるわけにはいきませんから。そうか、みんな助かるぞ。これだけの人数がいればひとまずなんとかなりそうだな。騎士長殿。どうした。魔獣が現れました。魔獣が？まったくこの状況で。騎士たちで対応できないのか。いえ、それが発見された魔獣はこれまで出現した魔獣とは異なる特徴でして、攻撃を仕掛ける前に
状況を騎士長のお耳に入れておくべきかと思いまして。場所はどこじゃ？王都にほど近い南帝国の領地です。考えたくはないが、状況的にカセドラルシダーとの関係を疑ってしまうな。それなら早速俺たちで対応するよ。騎士たちは王都の混乱を鎮めるまで動けないだろ。ああ頼む。キリト、くれぐれも気をつけるんじゃ。俺と勇士は聖号騎士になるため鍛錬に励んでいたが、禁忌を犯し罪人としてセントラルカセドラルへと送られる。そして記憶を失い、聖号騎士となったアリスと共に最上階へとたどり着き、冷酷な支配者アドミンストレーターと対峙。はい、ちょっとね、話の途中なんですけど、1時間そろそろ切りそうなんで、一旦ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、ということで次回またお会いしましょう。